マーケットディーパー、皆さんこんにちは。マーケットディーパーの時間です。今回は日本株ストラテジストの宮島秀直さんとオンラインでつないでお話を伺っていきたいと思います。宮島さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。宮島さん、日経ベリタスの日本株ストラテジストランキングで15年以上にわたってトップグループにランキングされているという人気と実力をお持ちの方でいらっしゃるということで、今日お話伺えるの大変楽しみなんですが、毎年世界中を飛び回って、はい、プロの機関投資家、政府機関、年金保険、投信、ヘッジファンド、CTA、シンクタンクなどに取材されているということなんですが、1年間に世界4周もされるんですって。そうですね。要するに四半期に1回行くわけですね。はい、ただ、今はズームですので、ズームが毎日毎日1ヶ月半続いて、だいたい夜中の1時から夜明けの5時半までずっとズームで、はい、3時間寝てまた今度は日本の機関投資家対応でレポートを書くというですね、本当に死にかかった状況が続きますね。はい、すごいですね。いや、本当に世界中のそういう、こう、機関投資家さんとつないで、情報収集、分析されて、普段はそのプロの方向けに、まあ、有料のレポートを発信されていらっしゃるということなんですが、今回このオープンコンテンツで、まあ、個人の投資家さんも今日見られるということで、お話しできるギリギリのところまで伺えたらと思っておりますので。はい、わかりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日のプログラムです。まずはマーケット動向をちょっと押さえておきましょう。そして宮島さんのプロの視点ということで、なんといっても日本の、与党岸田新総裁誕生ということで、これを外国人の投資家がどのような目で見ているのかというのを伺っていきたいと思います。そして外部要因のリスク、これにはどのような対処が必要なのかという部分も合わせて今日はお話伺っていきたいと思います。ではまずマーケットチェックです。この番組の1週間での比較で数字を表しております。9月30日のデータです。さあ、宮島さん、このマクロのマーケットの動向を見まして、どういったところが気がかりでしょうか。もちろん商品もかなりやっぱりこの今年年初代からですね、結構孵化してきたわけですけども、やっぱり今は米国株がですね、ターニングポイントに来ていて、で、まあ本当、昨日もバーナンケットですね、パウエルさんがですね、もういい加減このデリバリータイムの遅れっていうのは頭にくるっていうのはね、ついに切れましたね。という点からやっぱり 1.5% まで一気に長期に上がって、棒立ちっていうのは、もう成長株を直撃します。なので、やっぱり、それが少し収まるまではアメリカもちょっと避けて、逆に今、アメリカのせいで2万円台に落ちていて、で、3万超えて、どうせ3万2000円ぐらいまでは一旦行った後、年末向けて日経平均はまた3万1000円落ちてきますから、そのやっぱり上昇をうまく取りに行くチャンスが、いつも私は全然日本株をバンバン行ってるタイプじゃありませんけども、はい、20年間で初めてですね、ちょうどいいタイミングで日本株がいい時来てるかなという気がしますね。そうですか。まあ、米国株ね、はい、本当にもう一人勝ちの状態続いてきましたけれども、はい、ちょっと金利がね、債券市場が少し混乱をしているようですので、ここからは日本株というところが注目。これ、チャート週足で表示させているんですが、もう本当に3月の日経平均3万円つけたところからずっと冴えない展開続きましたよね。うん、そうですね。これって当然ね、世界中でストリンジェンシーっていうんですけども、緊急事態宣言をどんどん解除しているときに、日本だけは2度も3度もずっと緊急事態宣言乗っけていくわけですよ。はい、やっぱり緊急事態宣言ってイコールやっぱり EPS 成長率のイナーシャですね、足を引っ張るようになりますから、外国人投資家その間ずっと買わなかったんですね。あ、なるほど。なんで、そういう点ではそれが6月になってね、日本がまだ緊急事態宣言やってるときに、日本のトヨタとかいろんな企業頑張って、これと彼ら外国人投資家の見方ではリシリエンスって言いますけども、自発的に治癒していく力を日本の企業持ち始めたんですね。そこから実は日本株を買いたい買いたいって方が多くなってきていて、で、今回ついに世界の EPS 成長率に8月の末に日本が追いついたんですよ。あ、そうなんですね。その瞬間からクロスして日本株が上がり始めたってことですね。企業努力もあった。表向きに見えるのは、その総裁選で菅さん退陣というところから急に動き出したように見えるんですが、企業努力もあっての、EPS 向上ということですね。上がり始めたのは8月25近辺ですから、菅さんの前からもう動いてたってことですよね。あ、なるほど。はい。
ではこの日本株を占う上で非常に重要なのが新しい岸田総裁ですね、はい、誕生ということで、外国人投資家の、まあ、影響というのは日本株市場大変大きいんですが、これをどのように見ているのかというところを宮島さんの分析でお伺いしたいと思うんですが、はい、ちょっとですね、じゃあ今資料のですね6ページ目をご覧いただきますと、6ページ目と7ページ目はペアになってまして、はい、先週末までにですね、河野さんと、それから、岸田さんと高橋さんもですね、いろんな政策を全部まとめるわけです。はい、パンデミックから始まって、要するに例えば日本のテレビ局だとね、ちょっと次の7ページ目見てくれますか。はい。7ページ目の一番下のところにね、そのサプライチェーンの問題なんて全然日本の、例えば TBS とかテレビ朝日ではまとめませんけども、これが一番大事だっていうのが外国人投資家なんですよ。そういう点で評価すると、実はね、もともとこの時点で、もう岸田さんが1位だったんですよね。あ、そうなんですね。半導体が不足しているですとか、あと日本はやっぱり震災の影響とかで結構ありました。そういったところを、はい、歌ってたのは岸田さんだけだったってことなんですか。そうですね。まあ、高市さんもコメントしてましたけど、やっぱ圧倒的に法律を作ってでも、しかも非常に外国人投資家が面白いって言ったのは、経済安全保障ですね。経済安全保障推進法という法案を出す。そしてそれを決めたらば、数兆円の予算でもって、日本の企業をサイバーアタックから守るとか、それからデザスターから守るとかですね、そういうお金っていうのを提供する、はい。あともう一つ非常に興味深いのは、例えば中国からって言ってましたけど、まさに言っちゃったわけですけど、中国から撤退する場合には、要するにサプライチェーンとして中国が危ないんだったらば、撤退していいですよ。その時に日本に帰ってくるんだったらば、日本での設備投資の協力をしましょう。ベトナムに行くんだったらば、ベトナムで工場を作るときのお金も協力して出しましょうっていうのが岸田さんなんで、このためにわざわざ山本雄三さんっていうですね、はいはい、ベテランの政治家を要するに大臣としてつけようとしてるわけですから、これは世界中にいないですよ。サプライチェーンの、コントロールのために、守るために法律を作って、はい、経済安全保障法という法律を作って守るっていうのは、これは世界の投資家はふっとこっち見た大きな理由ですね。なるほど。岸田さんだけがそこをきちんと、まあ、危機感を持っていたということなんですね。そうですね。はい。あとね、ちょっとだけ6ページ目をもう一回見ていただきますと、ただ弱点がありましてですね、やっぱり2013年から17年にかけて外務大臣やってるときに岸田さんは全然日中関係の改善に貢献できなかったんですよね。うん、はい、今年にアメリカの国務省の方々と話していても、岸田っていたっけって感じですね。何年間アメリカに来てたんですかと。しょっちゅう会ってたでしょうって言ってるのに、河野は覚えてるけど、はい、岸田は覚えてないって、それって上書きしただけじゃないですかって気もするんですけども、それぐらいね、やっぱりね、岸田さんって、まあ、そこにも書いてあるんですけども、安倍さんのマリオネットって扱いを受けてたんですよね。はい。で、中国からすればこれもまた何もやってくれなかったし、挙句の果てに尖閣諸島は日本で守るとか、GDP のね、その 1% は国防費しなきゃいけないとか、かなりとんがってるやんかと。いう点でやっぱり、岸田さんよりかは、河野談話のね、お父さんを抱えている河野太郎のはいいよということだったんで、本当はね、今回の内閣改造で、河野太郎が外務大臣になってくれたらよかったんですけども、結局、自民党のね、外交部の大反対で、多分茂木さんが続行ですからね。ちょっとそこになったら外国人投資家すれば、ちょっと状況を見させてくれっていうところにつながっちゃったですね。はい。外交の部分では少し不安が残るという評価なんですね。うん、そうですね。うん、はい。まあ、こうした中で、まあ、日本株のウェイトを海外の投資家増やしてくれるのかどうかというようなところなんですけれども。そこでね、実は非常に大きなポイントは、この同じ6ページ目のですね、上から2番目の国内経済対策見てください。したらば、はい、岸田さんのところ20までついてますよね。そこにやっぱり岸田さんは、参謀として、元財務省にいた、今52歳の、本当にもう、やる気満々の木原さんという方が、経済対策を作っていて。今、日本ってね、実は真水で20兆円が現金としてあるんですよ。はい、ということは、赤字国債発行する必要はないんですよ。はい。20兆ってことは、真水で20兆ってことは、全体的な事業規模で言ったら60兆の規模ですからね。はい。はい。そしたらそれを11月と来年2月に2回で振り分けてやろうっていうのが、実は今、岸田さんのスタッフの内部でもって考えているポイントで、その前半の11月っていうのがリオープニングなんですよ。はい。そこが要するに外国人投資家にとっては非常に興味があるというところですね。もうそこまで具体的にもう分かってるんですね。経済対策の規模っていうのが、ね、はい。まあ、一般的に出てないです。
出てないですよね。それは岸田政権のそういう政策を作ってる方と、私が、はい、20年くらいのお友達なので、どうなんですかって聞いたときに、今、真水が20兆ありますから、結構10度ありますよってことをおっしゃってて、はい、前半はとにかく消費を刺激する、はい。後半は来年2月ですけど、今度はサプライサイドといって、企業に対して、要するにいろんなアクションを取る自由度を20兆円で与えるっていうことを考えてますね。はい。やっぱりGDP 成長率なんか見ると、日本は見劣りするというか、下方修正なんかもされてますので、そこをやっぱり拡大させるという意味で、この経済対策の評価っていうのは、これから表に出てきて、海外税もこれを見てくれるっていうところです。重要ですね。そうですね。やっぱりですね、はい、ちょっと11ページ目の資料をご覧いただきたいと思うんですけれども、日本ってやっぱり岸田と菅さんのおかげっていうかですね、ある程度でっかいものを作っておいて、でそして、はい、例えば GoTo キャンペーンとかできなかったわけなんで、積み残しが残ってますよね、補正予算。はい。それがこれ、9月末時点でちょうどね、20.5 兆円あるんですよ、積み残しが。はい。はい、で、これがその、岸田さんのところのその、財務に詳しい方々に言わせれば、真水が10兆円残ってます。はい。これでまず真水ですね。で、次のページいきます。12ページ目をご覧いただきますと、これはですね、一般会計でもって、税収入が全部でもってですね、ちょうど6兆ちょっと余ったんですね。6兆余分に入ってきたんです。はい、そして、上の右側の小さいところができますと、使う予定だった予算が、だいたい4兆円近く残ってるんですよ。はい。で、これ全部真水ですから、従って、今回の一般会計からも10兆残るんですね。うん。はい。もう20兆の真水ってでかいですよ。そうですね。要するに未執行だってことですよね。今まで使ってなかったってことですね。はい、で、60兆円 の、 経済規模っていうと、今ね、はい、ヨーロッパって復興リシリエンス資金っていうのがあって、それが大体5年間で500兆円使うんですけれども、はい、とりあえずこの1年目では100兆円のうちの、大体ドイツですらもう40兆しか来ないんですよ。あ、はい、単独で比べたらば、ドイツのこれから先の刺激策よりか、日本の刺激策の方が大きくなる可能性高いですね。はい。で、アメリカは 4.5 兆ドルって言ってますけども、それも全然まだ法案も通ってないわけで。そうですね。はい。こっちは岸田さんが OK した瞬間にバーンと通るっていうのは、外国人投資家が信頼度を高めてる背景ですね。なるほど。はい。まあ、それだけ菅さんの時にあまり使ってこなかったってこともあるんですかね。そうですね。使えなかったってことですよね。それは無能で使えなかったではないですね。つまり、何度もですね、やっぱりその、ロックダウン状態と同じようなことをやってたわけですから、そしたらば、いろんな意味でやっぱり医療関係は使えるけども、その他のことには、要するにオープンして、経済がオープンした時に使うというお金が残ってたってことで、別に私は能力がなかったわけじゃないと思うんですね。なるほど。これからはワクチンの接種率もアメリカを抜いたということで、まあ、経済をオープンにしたときにこのバッと出てくるということで、ちょうどいい時期に総裁になったということですね。そうですね。はい。はい、そしたらちょっと8ページ目でもって、今からお聞きになろうと思っているのが、じゃあ、はい、外国人投資家はそのリオープニングに反応するかってことですよね。あ、そうですね。はい。だとしたらば、ちょっと8ページ目をご覧いただきますと、これはね、世界の機関投資家180社に対して、3ヶ月に1回必ず聞いてるポイントで、これから3ヶ月間のマーケットリスクと、左側、はい、マーケットオポテュニティが右側ですね。はい、と上の文章に書いてありますように、今世界の投資家が一番不安を持ってるのは物価上昇で 63%。そしてサプライチェーンがどうなってくるかってことで 63%。あとは金利上昇で 56% ですね。はい、それに対してチャンスだよと。今ここで投資できるよと思ってるのが、まさに経済再開ですね、うん。と、アメリカってもう経済再開しちゃってるんですよ、事実上。ヨーロッパもしてるんですよ。日本だけが11月からするんですよ。これからです。外国人投資家すれば、はい、今、経済再開で一番儲かるのは日本株と思ってますね。はい。それが一つ。あとは、上の文章なんですけど、政府の経済対策に 49% のやっぱり期待感を持っているときに、さっき申し上げたように、アメリカって金額だけでかいけども通るんだっけっていうところと、うん、あとヨーロッパは頑張ったってドイツって40兆だよと。日本って即断即決で岸田さんが60兆できるんだったらば、スピード感だったら日本だろうっていうことが、日本株から離れてない理由ですね。はい。離れてないということですね。まあ、これが、短期的には、海外税からの評価につながる可能性はあるということで、十分に、注目したいんですが、これ長期的に、大丈夫なんでしょうか、岸田政権というのは。持続性は。
まさにその件も、ね、聞きました。10ページ目をご覧いただきますとですね、やっぱりもちろん短期的に今おっしゃったようにですね、短期的に経済刺激策とかっていうのはやっぱり効果出ますけども、まずその政権自身が持続しないことの話にならないんですよ。という点でやっぱりもともと日本はただし2000年以降現在までで平均的な政権の寿命は1年ちょっとしかないんですけれども、という点ではそれがね、もし2年以上持ったらもう岸田政権に対するクレディビリティは上がりますね。ただね、実は田中政権からね、この10ページ目の左側のところにざっと並んでますけれども、実はですね、田中政権も800日ぐらいなわけですよね。それに対して、ね、2000年以降の日本の政権で小泉政権とか安倍政権って1800日とか3000日ほどでしょ。で、化け物ですよ。逆に言うと、2000年以降の方が日本の政権というのは長期化してるんですよね。そうなんですね。なので、そう。ただし、それ以外の、もう、海部さんとは言いませんけども、もう、短いのがキャパ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 、その、どんどん出てきちゃ消え、出てきちゃ消えてますから、まあ、菅さんもそのうち一つですけども、その時に、そうならないための条件を聞いた時に、あるですね、世界でも一番大きい、クォンツファンドで、トゥーシグマっていうね、すごく大きいヘッジファンドなんですけど、そこの調査部長っていうのは、非常に私が会ってる何百人の中でも非常に優秀です。その彼がこのグラフを見せたのは、もう明確に当たり前なんだけども、政権の寿命をですね、政権の寿命と支持率の高さっていうのは清掃感がすごく強い。もう一つは、GDP 成長の高さともやっぱり連動してるんだよと。で、上はね、田中政権以降なんで、ちょっとこれは桁が違うんで、下のですね、2000年以降ご覧いただきますと、大体ね、45% の支持率をキープしてない、支持率が平均値でないと、その政権は2年以上持ちません。はい、そうなんですけど、45% っていうのがラインなんですね。そうなんです、はい。で、向かって右下の方のグラフ見ると、0.5% の GDP 成長率をキープしていれば、一応政権は2年以上持ちます。ただ、これっていうのは、両方ともがあってこその条件なんですよ。片方だけ持ってもダメなんですよね。はい、という点では、ここでポイントは、左下の 45% キープできるんか、岸田さんはってことなんですよね。はい、その時に、本当に、実は、今、岸田政権の、あとは自民党のね、党本部の方と話していても問題なのは、発射台なんだよって言うんですね。つまり、最初の成長率が 70% でスタートしたらば、2年経ったって 40% ぐらいで落ちてきますよね。はい、まさに安倍さんがそうでした。ところが、最初の発射台が 45% だったらば、1年後には 30% 割ってますよね。したら平均値はだいたい32とか35になっちゃうんですよ。したらば、すぐ倍々ってなりますね。はい。なので、入り口の支持率を上げとかなきゃいけないっていうのが、今回の岸田政権の大事なポイントですね。はい。で、その時にやっぱり、今、自民党内で言われてるのは、やっぱり河野一郎は河野太郎をどっかに入れなきゃダメだよと。でそれはワクチン担当とか目立たないところじゃなくて、まあ、私は目立つと思いますけどね。はい、外務大臣とか、本当キラキラするところに置いて、で、支持率をいきなり 70% から上げたらば、普通の発射台とは逆で、発射台が一番高いんですよ。で、それからずっと落ちてくる、いわゆるその、ですね、東京オリンピック型のように、ジャンプ台と同じですね。高いところから降りてくるんですね。で、最初の発射台が 45% だったらば持たない。でも、とにかく、今度でも何でも入れてあげる。っていうところで、外務大臣に河野さんをと思ってたのに、自民党外交部会が邪魔をして、低いので、このままだとちょっとね、1年ちょっと持つのかなっていうのが、そこから来る結論になっちゃいますよね。はい。じゃあもう内閣の人事っていうとこ注目なわけですよね。そうですね。ここで衆院選、そして参院選、自民党一枚岩で戦えるだけの人気が必要だということですね。そうですね。はい。そう、今回ね、岸田さんが岸田さんが政権握っただけだったらば、自民党の意味では233議席なんですよ。衆議院選挙で取れるのは。はい、はい。これってね、過半数ギリギリなんですよね。うん、ところが、自民党だけでもって勝手に例えばさっきの経済安全保障推奨みたいな法案を通そうと思ったらば、はい、240以上いるわけですよ。はい。そうするとね、実は河野さんが政権を作っていれば、245議席取れたらしいんですよ。それがダメになった。でも、はい、岸田政権なんだけども、河野さん頑張ってるし、時々高市さんも出てくるみたいだったらば、240取れるんですよ。まさにその、はい、選挙で勝つためのフォーメーションで行くのか、それともやっぱり、外務大臣河野はダメだろうっていう、その、外交部会の声を生かすかっていうのが、これから先、10月4日までの戦いですね。はい。見極めどころとして本当に支持率の発射台が高ければ高いほどがいいというようなことも持続性という意味では重要だということですね。そうみたいですね。
ちょっと一つだけお伺いしておきたいんですが、日本の個人投資家は岸田さんがおっしゃってる金融所得課税っていうのをちょっと心配してるみたいなんですけど、はい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 、これはどうですかね。非常にこれもやる可能性は高いと思います。ただね、金融所得課税っていうのは誰に対してもやるんではなくて、ちょっと今日グラフがね入ってなくて間に合わなくて申し訳ないんですけども、1億円の壁っていう言葉を岸田さんはずっと言い続けてます。おっしゃってます。はい。その所得の1兆円、あ、1億円の、税収払ったところから、急速に納税比率が落ちてくるわけですよ。次に、税負担が落ちてしまうわけですね。はい。楽するわけです。100億円とか儲けたらすごい税率低いんです。12% ぐらいですね。で、それはおかしいだろうっていうのが、やっぱり、岸田さんの見方で、しかも、岸田さん今回、中心的なテーマとして、不公平の是正でしょ。はい、そうですね。再分配というのは、はい、アメリカと同じやり方で企業からまず分取るんではなくて、はい、大金持ちの個人から引っぺがして、でそれを例えば医療関係者、それから介護士、ね、もちろん給料が明らかに割に合わない金額の安さのところに、そのお金を持っていこうとしているわけですね。例えばこれはやる可能性非常に高いと言われています。ただし、一律に上げるんではなく、納税額が1億円を超えた、その、大金持ちに対して、累進的に、戻していくって形ですね。今の実質最低、確か100億円で 12% ですよ。それを 20% ぐらいに上げていくってことですね。これだけ7兆円が入るんですよ。7兆円ってことは GDP の 1.2% 分の上乗せ要因で、これを医療関係者とか、看護師さんとか、それから、そういう方々に、給料の公的な上乗せにしていくっていう考え方なんで、これは多分、革新的にやるでしょうね。はい。まあでも超富裕層向けの、まあ増税ということですから、そんなに心配することもなさそうですね。はい。ただね、大金持ちは、私もある大手証券に18人間いましたけども、やっぱり、利益の7割はそういうところから出てきますね。そういう方々が、それじゃ株式投資する意味ないから、海外の不動産買っちゃうとかですね。だったらば、ビットコインだったらこっそり買っちゃおうかなとか、そういうことを言う人がいるわけですね。あ、どっか違うとこ行っちゃう可能性がある。うん、そうなんですよ。したらば、いわゆるその金融所得税の対象にならないので、はい、その尻抜けできちゃうんですよね。はいはい。そうすると、日本の株式に入ってくるお金がガサッと減ってしまうという点では、流動性の、縮小につながる。株価の上昇力が落ちてくるということになりますので、暴落はしないですね。入ってくるお金が減るということですね。はい、そういうところは一つの懸念材料ではあるということですね。はい、ありがとうございます。日本株がここから注目であるという背景は分かったんですが、ただ今の世界に目を向けますと、まあ、リスク要因たくさんあるんですね。特にまあいろいろ聞きたいんですが、今回はちょっと中国のリスク要因に絞ってお話を伺いたいんですが、いかがでしょうか。はい、じゃあピンポイントで2つだけいきますね。14ページ目を見てください。この資料はですね、向かって右側が、契約ベースで、要するに、まずは契約をしてから実行しますから、今年契約して来年実行なんで、そういう点では、今、とりあえず、中国に投資をしますよっていうお金が、4月以降すごい勢いで減ってるってことを話してますね。おー、はい。実はね、アメリカとか日本って、そんなに、リマーカブルに、中国に対する FDI ですね、それ直接投資が減って、急速に減ってはいません。ただし、はい、それでもこんだけやってきてるのはヨーロッパなんですよ。はい。で、ヨーロッパはですね、去年の、1年間で、中国との間で、貿易交渉、それから、投資交渉でもって、促進するための、条約を2つも結ぶ準備をしたんですね。で、今年の3月までそれを批准して、通すはずだったのが全部おじゃんになりました。うん。なぜかというと、それはウイグル自治区です。ああ、人権問題ですか。はい。そうなんですよ。で、ただアメリカも日本も中国も、ウイグル問題にはその制裁をある程度やってますけれども、なんでヨーロッパが一番厳しくしたかっていうと、中国がヨーロッパに対して舐めた態度を取ったんですね。つまりアメリカに対しては、アメリカが中国に対して制裁してきたらば、ほぼ1対1で返したわけです。うん。例えば、7人の中国人に対してアメリカ政府が制裁をかけたらば、中国側もアメリカの外交官7人に対して制裁をかける。はい。日本の場合には1対3ぐらいで、中国は日本がやることの3分の1ぐらいしか、しか知ったことなかったですね。それは日本が、はい、経済的な制裁はしないって分かってるからです。それに対して、ヨーロッパは7人中国に対して制裁かけたらば、21人来たんですよ。失敗がしか。つまり、ヨーロッパがすれば、何考えてんの？なんでこんなにヨーロッパのことをいじめるのと思ったときに、中国がすれば、何を小さくないヨーロッパだと。ヨーロッパ風情が中国にお世話になっててね。
この仕草は何なんだって言って怒ったわけです。例えば、フランス駐在の中国大使がスポイルされたでしょ。あれは、要するにフランスを舐めたからですよね。でもやっぱりこれはもう外交界から全部締め出しましたけども、したがって中国に対してはヨーロッパはけしからんという態度を持っているので、したがって EU はドイツに対しても、フォルクスワーゲンの EV 用のバッテリー工場を1兆円5年間というのはやめられないって言ってきたわけですね。うん、でこれはメルケルさんだったら吹っ飛ばしましたけども、まあ新しい政権が6ヶ月間は空転する状況を考えると、ドイツって今設備投資動けなくなってますね。そうですね。これでずっと全部ね、契約が、いかなくストップしてしまって、本来入る金額が入ってこないから、ガタ落ちになってるんですね、はい。これって実は中国の設備投資の半額が海外からのサポートなんですよ。そうなんですね。はい、だとすると、最後に日本株につながってくるのは、ファナックとか、安川電機とか、はい、それから、まあ、その村田とかですね、あんまりこれ以上名前入っちゃいけませんけども、そういうロボティックスとか、製造自動化とか、それから製造デジタル化の会社に対する注文が、予想をどんどん下回り始めてるっていうのが、ファナックが何度も何度も下方修正を繰り返して株価を揉んでいる理由で、実はこれ、この前、3ヶ月前に日本の機関投資家さんにプレゼンしたときに、なりますよって言って、いやいや、ファナックさん強気でしたよっておっしゃってましたけども、案の定だっていうことで、はい、やっぱりこれは、もう日本にとっては、一番大事なロボティックスの注文の減少につながりますので、はい、ぜひこれはお伝えしたかったポイントですね。なるほど、中国リスクっていうのはそういうところにあるんですね。 EU との関係悪化というところ で、 そうなんですね、中国向けのお金が入っていかないっていうのがあるんですね。今市場の皆さんが心配しているのは、表向きは中国不動産市場恒大集団の問題とかなんですが、はい、このあたりはいかがでしょうか。それが15ページ目の資料で準備してます。左側のグラフをいただきますとね、去年と今年で破綻してる会社の、要するに資産の額っていうのが、まるでこう、均衡を失ってますね。つまり、左側のグラフで、濃い紺色の方、こちらはですね、去年1年間で破綻したセクター別の、資産の額です。そうすると、大体この紺色って背の高さが似てますよね。そうですね。はい、ところがね、今年入ってからブルーなんですけども、なぜか不動産会社と、それから、鉱物資源会社の破綻に集中してるんですよ。へはい、これは、まあ、鉱物資源会社はこれ国有企業中心ですけども、不動産会社は今回の恒大集団のように、もちろんその圧倒的に、いわゆる民間が大きいですね。はい、それは去年の7月に総量規制を行った。これは日本と同じですね。その通り。その通りです。今言おうと思ったのはその通りで、1989年の日本と同じですよ。うん、それで三重野さんが、三重野日銀総裁も、この三重野さんだって知ってること自身がおじいちゃんの証拠ですよね。ですけども、三重野さんが総量規制をしたところに日本のバブル崩壊したでしょ。まさにそれが今中国で起こってるんですよ。はい、ただし、ちょっとこれご覧いただきたいのは、16ページ目の資料ですけども、別のね、軸として、今、共同富裕っていう言葉が、中国政府から走られてる。で、これは、毛沢東が中国政府を作ってた時の最初のスローガンです。うん、それを習近平は意識して使っていますけれども、簡単に言うと、儲けすぎた会社は潰していいんだよってことですね。括弧4をご覧いただきますと、不合理な所得を、生産する。それから、所得配分の秩序を是正する。で、最後は大事なんですけども、違法所得を断固として断罪する。つまりこれは、ダメな会社は潰していいんだよって考え方ですね。比較的ですね、小口の投資家さんは守ります。はい。それに対して、大儲けしている大口の投資家は、それは、恒大集団と同じじゃないかと。ボロ儲けしてるだけだろうと。そういう方々は救いませんよっていうのが、今の中国政府の新しいスタンスなんですね。はい。なので、マクロ的な大きな政策を取ってるように見えて、いや、アリババいじめて、テンセントいじめるけども、JD.com は可愛がるみたいな、そういう政策の、線引きっていうのが細かくね、今日は時間の関係で、長くなっちゃうんで言いませんけども、その、政府の、寵愛される企業と、それから、もう、啓蒙される企業に、全く分かれていくときに、さっきのこのポイントですね、16ページ目のこの、丸4ですね。儲け方が汚いとか、そういう会社を徹底的に叩いて、それは救わない。うん、で、今回の恒大集団だったらば、大口の債権者は、どうせ金持ちなんだからなんとかなるだろう。それに対して、小口の債権者は、入り口でお母さんと娘がワンワン泣いている。あの人たちは助けるっていうのが、おととい、中国の人民銀行が、政府は不動産マーケットに対してある程度の安定を図るといった理由ですよね。うん、そういう点ではこれから先もね、大手は潰していく可能性が高いと思います。それに対して保証っていうのは
小口の投資家に対する保証をする。なぜかというと、中国共産党にとって大事なのは人数の数であり、大金持ちの数じゃないんですよね。はい。というところはやっぱり、情け容赦なく行われる可能性が高い理由としてつながるんですね。はい。この習近平さんの改革っていうのは、まあ、国内 の、まあ、その格差是正ですね、共同富裕というのは、まあ、これがうまくいくのかどうかっていうのも気になるんですが、まあ、海外の投資家が中国に対してのエクスポージャー、株とか債券を持つということに関しては、今後リスクが大きいということで間違いないんでしょうかね。そうですね。ただし、不良債権処理が一方で進むわけなので、はい、中国の膨大に膨らんでしまった財政赤字が、徐々に改善していくという可能性では、中国国債については実はポジティブな投資家もいるんですよ。へぇ、それに対して株ですね。というのはね、あんまり言いませんけど、日本の年金でもですね、はい、中国の金と債券のエクスポージャーを拡大しなきゃいけないとかっていうことを考えている方もいるぐらいなんですね。ただし、株式は違いますね。明らかにこれは、セクターが分かれていて、今、はい、中央政府というか習近平さんが救おうと思っているのは、食品、自動車、特に電気自動車、それから流通会社、それから人工知能ですね、あと半導体、この分野については政府が援助金出しているぐらいですから、こちらの株価は強いです。つまり深圳の株式市場に上場している今のセクターは強いということですね、はい、一方でコングルマリットみたいにわけわかんないところで儲けまくっている、それから不動産でもってボロ儲けした、それから、e コマースみたいに中国の実店舗の小売店をどんどん潰して、その犠牲の上に利益を作り上げた。この会社だけは絶対しょっぴいてきて許さないぞっていう態度ですね。なので、ただし残念ながら今日ちょっと資料がなくて恐縮なんですけども、はい、今後半で申し上げたネット企業とか、はい、あと不動産会社の方が、MSCI、エマージングっていうですね、はい、世界のエマージング投資家が買っている銘柄の中にオーバーウェイトして組み入れちゃってるんですよ。ああ、組み込まれてる。はい。組み入れちゃってる。そしたらば、そこに、習近平さんの怒りが集中するとなると、MSCI エマージングがブワーンと声か先も吹き飛んでいくっていう可能性もある。はい。同時に、アメリカのゲンスラーっていうですね、SEC の、はい、委員長っていうのは、これは、鬼兵と私呼んでますけれども、一番ね、取締りが厳しい男です。はい、はい。元の CFTC の委員長の時も鬼兵だったんです。はい。今回も基本的には、中国、の企業でアメリカの ADR に上場していて、で、ロクスポのエクスポージャーも出してないようなところは、ちゃんと本当のこと書けよと。ADR だからって甘く見てんじゃないよと。ちゃんと、はい、フォーム典型って言いますけども、有価証券報告書を書かなかったらば全部追い出すって言ってますね。あ、例えば、ね、上場させないってことですね、はい。そうなんですよ。要するに上場廃止ですよ。そしたらば、アリババと、それからテンセントと、それから、まあ、JD.com は大丈夫ですけども、アリババ、テンセントだけでもって、世界の MSCI のエマージングの時価総額の 10% 超えてますからね。それがバーンとゼロになったらば、多分 20% 以上の株価下落が一時的にリパーカッションとして起こりますね。はい。そしたらその益出し、その損切りをするために、その損を確保するために、日本株を売り、アメリカ株を売り、ヨーロッパ株を売るっていう、それがコンテージョンって言いますけども、はい、それもやっぱりゲンスラーが手を向いてないんで、はい、同時に習近平は株式はどうでもいいと思ってないっていうか、そのまあ、ある程度見切ってますので、それではその火事が壊れた10万トン級のタンカーが走ってるっていう感じです、はい、今ね。はい。じゃあ、どこかの時点でそういうリスクがあるということも踏まえておかないといけないということですね。そうですね。さっき申し上げたみたいに、守られてるセクターは強いんですよ。うんうん、うん。だから、例えば EV 関係のね、例えばニオっていう会社ありますね、中国に。はい。これこれからさ、聞いた分、テスラの中国版だと言われてる会社ですけども、そういうとこは大丈夫ですね。うん、それから物流に対して強さを持っている JD.com も中国政府が守ってくれてますから大丈夫なんで、ここは、はい、要するに共産主義っていうその元々の箱が違うんだから、日本とアメリカとも違うんだから、はい、その中で寵愛される会社が上がるっていうのも認めて飲み込むのが投資なんだよって言ってるのが、実は、アークイノベーションっていう世界で最も信用されている成長株を組み入れた ETF の運用のトップですね、ウッドさんですね、キャッシュウッドさんという方がおっしゃったんですよね。それはもう理解していかなきゃダメなのよと、はい、立派な会社だってあるし、素晴らしく伸びる会社も中国であるんだから、ダメな会社は切る、そして大丈夫な会社を買うということで、例えば6月末時点 の、 株式保有リストでも明確に出てるのは、アリババとセカテンセントを全部売ってでもって JD.com のウェイティングを上げたんですよ、キャッシュウッド、はい、そういう判断をしなきゃいけないときに来てるところに来てるってことは言えてますね。全部ダメじゃないってこと。
選別の目を持って中国株は見ていかなくてはいけない。そして、まあ、国債に関しても、まあ、利回りいいですからね。日本の GPIF はちょっと組み入れるのをやめるっていう発表しましたけれども、まあ、他の機関投資家さんなんかは結構組み入れたりすることは考えてるってことですかね。ね、ちょっと GPIF さんって別にこの我々年金扱ってますから、一言言わせてもらうならば、危ない会社にたくさん投資してますね。もう中国のね、そのまあ、鉱物資源の会社とかね、コバルトばっかり買ってる会社とかね、ちょっとどうしたのっていうぐらいに、そこに順位で入ってるんですよ、大株主で。そうですか、はい、ブラックロックさんと並んでるってこと自身が、まあ、お金余ってるんだろうなと思いますけども、もうちょっとこれから先は選球眼でいきましょうと、はい、っていうのはやっぱり申し上げたいところですね。はい、まあ、そういった情報を逆にその機関投資家さん、年金さんに提供しているのが宮島さんということですよね。そうですね。はい、1年間で160本かな、レポート書いてますから、はい、まあ、人によっては煙ったりという人もいるかもしれませんけども、今回だったら、例えばこのね、岸田政権に関しましても、どんどんその、前の段階から岸田逆転というレポートを送ったりしてたんですけども、いろんな分野です。中国だけじゃなくても、いろんな、一言言うならば、地政学リスクに関われば全部、レポートは書きますね。はい。本当に今日は貴重な話、どうもありがとうございました。あっという間にお時間となりました。言葉が難しかったかもしれません。すいませんでした。はい。投資におけます最終判断は皆さんご自身で慎重に行っていただければと思います。今日は本当はプロ向けにね、有料の情報を発信されている宮島秀直さんに、非常に貴重なお話を伺うことができました。宮島さん、今日はどうもありがとうございました。いや、個人投資家さんのおかげで日本の株式は生きてるわけですから、これは大事です。機関投資家さん以上に大事なのは個人投資家さんですから、これから先もね、大事な情報を提供していきますから、ぜひ皆さん慎重に、投資行動を考えていただけるんですね。はい、皆さんぜひ参考にされてください。それではまた次回お会いいたしましょう。どうもありがとうございました。ごきげんよう。ありがとうございました。皆さん頑張ってください。すみません、失礼します。